ズールゼートリンゲン鉄道は、スイスの鉄道会社である。路線延長はわずか 8.9km で、スイス連邦鉄道と接続する、ズールゼートトリンゲンを結んでいる。1912年11月23日に非電化、蒸気機関車牽引で開通し、1965年に小型ディーゼル機関車を購入したものの、現在まで、非電化のまま営業している。 小型蒸気機関車 E2 2 1と2を導入して改良し、1917年に蒸気動車 FZM1-21 が増備された。FZM1-21 は、郵便、手荷物、合わせ作りのユニークな車両であった。1961年から1963年にかけて、この3両は老朽化のため、スイス連邦鉄道から導入した中古の E3。 三型蒸気機関車で置き換えられた。さらに E333 と E334 は後に E335 と E338522 に置き換えられた。1960年から1964年の間にはフットビル連合鉄道からリースされた路面電車タイプのエドに2を運行していた。E335 と e 3 38522は、新しいディーゼル機関車を導入する代わりに保存された。ズーレ渓谷に鉄道を通すことについて、様々な計画が立てられ長い議論が行われてきた。これには、路線長1 0 1 8トルの、メーターゲージ路線であるビネンタル、ズーレンタル鉄道をラウシェーフトラント線や、メーターゲージの新線であるシェーフトラントトトリンゲン、線、 電化を含めたズール税トリンゲン鉄道の三線機上化が含まれる。電化すればメーターゲージの車両がアーラウからズール税まで直通できたであろう。貨物輸送はブレムガルテン・ディエティコン鉄道の防連、ブレムガルテン間と同じように標準機で接続されていた。しかし、新たな鉄道を建設するような事設ではなく、トリインゲンとシェーフトラントが別の州であったこともあって、 建設されないまま終わった。1971年9月25日には、ズールゼートリーンゲン鉄道が定期旅客輸送を廃止し、代わりにバスのズールゼートリーンゲンシェフトラント線が新設されて、ビネンタル、ズーレンタル鉄道に接続するようになった。旅客輸送廃止後も貨物輸送は継続し、1976年にはスイス連邦鉄道から、 TM4 型ディーゼル機関車が入線した。スイスでノスタルジーブームが起きた時、ズールゼートリーンゲン鉄道は E3-38522 をベルンの蒸気機関車クラブにオーバーホールに出した。その後、ズールゼートリーンゲン鉄道は保存していた古い客車を使って観光用の蒸気機関車列車を運転するようになった。保存車両のうち E3 38522は第二次世界大戦中に石炭の入手難に対応するため電気式蒸気機関車に改造された2両のうちの1両であったが終戦により石炭の供給が再開されると役目を終えたパンタグラフと電気ヒーターは撤去された。1999年の鉄道法改正の後 SBB カーゴは貨物列車を目的地まで 直通運転することとし、ズールゼートリーンゲン鉄道から TM4 型ディーゼル機関車を引き継いだため、現在のズールゼートリーンゲン鉄道は、鉄道施設の保有と蒸気機関車列車の運転を行う会社になっている。2009年5月に、ズールゼートリーンゲン鉄道と中立飛行科大学が委託した旅客輸送再開とシェフトラントへの延伸に関する、 フィジビリティスタディの結果が発表された。しかし鳥人間の行政は、鉄道よりも自動車の方が便が良いこと、見込まれる赤字を負担する余裕がないことから、旅客輸送の再開に反対している。ザレールウェイマガジン、オーガスト2009、ページ38、ケトルズ、オンホイールズ、ワイドメンウルリッヒ、リーダーマーカス、パトリック・フランク。 シルコ・ホップナー、ビーデリン・フラング・デパーソネン・バー・キール・アウフ・デア・サーシー、トリエンゲン、バーン・ウント・アイナー・アルファ・レガン・バー・ランゲン・ボース・タディー、アン・スティチュフュア・バー・キー・アスプレー・ナング・ウント、トランスポート・システム、エス・チューリヒ、チューリヒ・ハット・ゲ・マインデ・トリエンゲン、27、エイプリル・レイー、オース・デム・ジェメイン・ド・ラット・アーカイブド2011年7月7日、アット・ザ・ウェーバック・マシン、 ファウンドオントリエンゲンオンラインアンダーザヘディングニューイグケーテンオン12ジュライ2009ありがとうございます。